ある時三浦先生の兄弟弟子でコン先生という先生がそれを橋本先生の目の前でやってたら違うって言われるんですね。で楽な方にやってしまったらダメなんだって、ある日今まで楽な方にやれって言ってたのがある日突然違うって言い始めるんですよ。で気持ちいい方にやらなきゃいけないって言って、で気持ちいい方にやっていくと保ちが全然違うって言ってね、もうなんかその最後の最後の晩年の時に橋本先生はそうやって自分の真理を見つけたんでしょうね。でその三浦先生と近藤先生はもう橋本先生の言ってることは何なんだろうと思って、心地よい方向に持っていく相対法っていうのを、まあ、作り上げてきます。だから私は習いに行った時にこう本で見る相対とやる相対が全く違ってて、楽な方に行くんではなく気持ちいい方に行くっていう相対で、それをまあ、約2年間ぐらい学んだんですね。でもすごく今振り返るとそれを知ってるってすごく武術にも生態にも役に立ってるんですけど、心地よさを求めていく。でそのちょうどその2年間終わった頃にですね、その野口生態を教えている先生がいたんですよね。岡島瑞徳先生っていう先生で、まあ、私は岡島先生ってヨガの先生だと思ってたんですが、人生で一番尊敬する人は野口春近だって言って書いて雑誌に書いたって。で早速岡島先生とこ行って、でもうたまりたまったもうなんだろうそのね、会いたくて会いたくて仕方がなかった人にやってやるみたいな感じで、その生態の技術を、でも最初岡島道場行った時にびっくりするんですよね。その本で読んだったのと違って、なんかこうやって相手の上にこうやってまたいでこうやってやってとかやってるんですよ。何をやってるんだろうとか思って、で、まあ、そういうようなことも含めて、まあ、岡島先生に、まあ、くっついて、かなり勉強して、そうこうしてるうちに生態協会の勉強会も出れるようになって、まあ、生態協会に行ったりとか、あとは、まあ、野口先生の校庭の先生方がまだその時はご存命だったんで、校庭の先生のところに行って勉強させてもらったりして、まあ、とにかく、まあ野口生態っていうものをもう一心不乱にやってた時期がある。あの当時だから何が歌が流行ってたとか、どんなドラマが流行ってたとか、どんな本が流行ってたとか全然知らないんですよ。そんな暇があったら野口先生の本を読んだ方がいいと思って、ね、そういう時期だった。でまあ、生態と武術を中心に今から30年前ですけどミュートネットワークっていう会を作って、まあ、活動し始めるんですね。で、まあ、その活動し始める中で、日本人力っていうその日本人の、まあ、さっき言った健康感とか、ものすごい日本人ってこうなんだろうな、体のことがよく分かってる。でそれをやっぱり取り戻すっていうのが今一番ね日本に必要じゃないかと思ってやりました。で今回ですね、また自分の中ですごい変化があって、あえて医術っていう名前を使ったんですね。医術で生態は治療ではないっていうふうに言われてはいるんですけど、その野口先生がこうどうやって生態を作ったかっていうと、まあ、当時こういろんな名人達人がいて、で西洋医学が増えてきたりとか、まあ、国がそのマッサージを資格制度にするとかっていろんな動きの中で、まあ、その生態療術師協会とか生態、双方、委員会とか作ってその技術をこう集めてこう完成させていくっていうことをやっていくんですね。当時カイロプラティックとかオステオパシーも日本に入ってきている時期で、その名人達人の技をこうみんなこう出し合って、でそれが有効かどうかとかね、まあ、まじないかないどうかとか、そういうようなあの科学的じゃないやつは排除していって、役に立ち、まあ、かつ科学的な根拠が あるような雰囲気のやつを集めて、で
まあ、作っていくっていうことをして、で生態奏法っていうのを作ったんです。だから、野口生態っては言われているんですけど、野口生態の源流っていうのは本当にもう日本中世界中の手技療法をこう当時のね集めて、で天才野口晴親っていう人がもうそれを整理整頓して、まあ、組み立てたものがある。でそこからまたね生態ってこうまあどんどん変わってくるんですね。野口先生自身が、治療では人は本当に元気にならないってこと、体育団体って形で進めていくんですけど、まあある意味それは仕方ないですね。体育団体として発展していくんで、ますます今の生態の組織っていうのはこういう治療実技術的な技術というよりもその体育団体的なその座禅のような内観法っていうんですけど、そういうようなものが中心になっていって、だからどんどんその良い意味で発展していってるんですけど、かつて昔その野口先生たちがいろいろ技術を集めたその技っていうものがやっぱり私自身にとっては非常に大事で、なんかそれを自分なりにまた深めていって、日本の医術として出せないかなっていう思いが今強くなってるんです、ね、なんでかというと東洋医学はありますよね、鍼灸ってね、西洋医学あるじゃないですか、日本医学は効かないんですよね。日本医学はない、じゃあないのかっていうと実はあったわけですね。その昭和18年にこうまとめ上げて完成していたものがある。それがまあ本当にこう地下水脈をずっと流れていた。でまあ幸いにはまあその相対法や生態法っていうのを学ぶことができたんで、それを日本のまあ予防的な医学ですけど、打ち出すっていうことができるんじゃないかな。私自身は個人でやってますから、その野口先生の作られた組織って同じことをやっててもね、まあ、意味がないんで、やっぱり自分なりにこうある意味自由な立場でやれるとしたら何があるかなと思った時に、その日本伝統医学っていうものをこう打ち出すことができるんじゃないかなとは思うんですね。とはいえ、まあ、まだ医学という言葉に対しての抵抗感すごいあるんで、自分では武芸に対抗して医芸がいいんじゃないかと思ってるんですけど、それを、ちょっとね今日紹介したいと思うんですけど、まあ、例えばうーん柴田和道さんという手足根本療法という柴田療法っていうのは、この手の指をね使って相手の体を調整するっていう技術です。で、もともと柴田さんがやってたのはこの手の指をねこう突っ込むっていうやり方だった。でもある時に野口先生が家に帰ると奥さんが腕を腫らしてて、どうしたって言って、今柴田さんが来てやってもらったって言ったら手がこんなになってて、それで野口先生がそれをまたこうやり直すんですけど、その時に野口先生は突き出すんじゃなくて引っ張るってことをするんですね。で引っ張ることによって、その腫れが引いていったって言って、ですからまあその手足をこう握ってこう引っ張るっていうことを、まあ野口先生のところから変えていくんですけど、まあ、これが、裏を引っ張るように引っ張るんですね。それが大事で、でまあこの技術っていうものが今私がどうやって使ってるかっていうと、まあ、一つは、YouTube でも出してるんですけど、フレーミング体操ってやってるんです。フレーミングって、まあ、3方向ですよね、こうとこうとこうか、でこれをこう指をこう回すんですけど、こう回すのとってやってるんです。でこれ、ついつい回しづらい方を一生懸命やってしまうんですけど、回しやすい方をやるんです。でやってるとある回数をやると、どんどんその
回しづらかったのね、回しやすくなる。私自身ね、まあ憲法とかやってたんで、もうちょっと忘れちゃったんですよ。どれかの指がね、握れなかった時あるでしょ。でそれこのフレーミングでこうやってずっとこう、まあ、例えばこことかこことかこことかね、節があるでしょ。これをこうやって3方向にこうやって回しておくと可動域が上がってくる。これは実に簡単なんで、またね後でやれればいいと思いますけど、これをやっておくとですね、まあ、手足のむくみとか動きが変わってくる。あとはまあこの鎖骨下っていうところが呼吸器の急所なんですけど、このここを調整するのにこう指を使うんですね。こうどっちかがこう押すと詰まると思うんですよ、鎖骨のくぼみ。でこれここを押さえておくと、呼吸が楽になるんですけど、まあ、こうギュッと押さえるんじゃなくて、ここからどの指を使うかっていうのを見て指をこう調整していくと、呼吸が楽になっていく。まあ、そういう手足根本療法っていうものを自分なりにアレンジしている技術が一つあります。それから、アソカ療法って言って、野中豪作先生っていう、まあ、野口先生とすごく仲が良かったっていう人なんですけど、鹿児島の人で、人間は玉で壊す、玉を磨けばいいんです。でこの側縁奏法っていって、この側腹をつまんだりとか恥骨を押さえたりとか、皮膚病一切奇妙奇妙な名前がつくんです。この恥骨を押さえるとね、あの皮膚病が奇妙に治ってしまうっていう皮膚病一切奇妙っていう技とか、腹部腹痛一切奇妙って言って、足の 2,3 時間目のところの指をぐっと押さえると、ね、腹痛が止まるとか、その残された人なんですけど、この恥骨っていうのはこう、恥骨が飛び出すと恥じらいがなくなるんです。まあ、恥骨って恥の骨と思うじゃないですか、恥じらいの骨なんです。だから恥骨が引っ込んでると恥じらいがあって、恥骨が飛び出してくると恥じらいってなくなるんですよ。で霊っていうのもこうやってやるのは恥骨引っ込めるでしょ。だから恥台の作法なんです。だから日本は恥の文化だとかってよく言うのは、その恥を書くことをすごく嫌ったっていうのは、そのこの恥骨って非常に関係があるんですけど、昔の女性っていうのは、昔の女性ってすごい失礼な言い方になるんですけど、膝で消費しようとってこうやってたんですよ。とかって見たことあるでしょ。そうとか、ここで撮っててこう恥骨引いてた。今の人たちみんな、ああそうねって恥骨がガンって飛び出してくる。恥骨が引っ込むとね、ウフフってやるんですよ。ところが恥骨が飛び出すとね、ガハハってあるんです。そうだから昔は若い女の子はみんなとかになって、そのすぐ顔が真っ赤になって恥だって言ったんだけど、だんだんこう恥骨が飛び出してくると、おばさんになってくると、ああなんて言ったんですよ。恥骨を見るとさ、おばさんか分かる今はもうね、なんかね、あのみんな若い時からなってますよねこれある意味ね、ズボンが悪いんですよ。ズボンって昔女女性履かなかったじゃないですか。今スカート履かないでしょ、女性って。私だけですもんね、スカート履いてるだからそういうふうに、あの恥骨っていうのが非常に関係してくる。で恥骨が引っ込むと何が起きるかっていうと、肌が綺麗なんです。だから日本人って肌が綺麗だって言われてたのは、すごい恥骨と関係がある。で年とともに肌が荒れてくるっていうのは、恥骨が飛び出してくるっていうこととすごく関係あるんですね。ですから、まあ皆さん恥骨を大事にで、これを私は今、あの腹部奏法っていうのは全部気陰奏法っていうのを使ってるんですけど、あえいおうっていうのがお腹に響くんです。5つのポイントがあるんですよね。腹部第1、腹部第2、腹部第3、腹部第4、第5っていうのがあるんですけど、それぞれ言葉が響くんですね。これがあが響いて、ここにうが響いて
ここに「い」が響いて、ここに「え」が響いて、ここに「お」が響くんです。でその響かない時はまだ整ってないっていうのが分かるんですね。ですから、まあ、お腹、私たちの世界ではこうやってお腹を押さえて虚中術になってれば整ったことだって言われるんだけど、それ虚中術って言われても何のことか全然分からないでしょ。その手の感覚を身につけるだけでやっぱり5年10年平気でかかっちゃうんですよね。でもその筋奏法をこうやると、その言葉がこうお互い体感できる、まあ、そういうふうにあのお腹を調整するのに、今はもうほとんど手を当てて音を、ね、実際私は声出してないんだけど心の中で唱えていくと響くのが分かる。一人一人の体が変われば日本が変わる。日本人大学。